お疲れ様です田んばらです今日はですね緊急事態宣言の延長それについて少し僕なりの意見を述べたいと思っていますこれは誰のためにやるのかなぜやるのかつまりですね最も重大な理由はオリンピックの開催のためですじゃあなぜそこまで オリンピックの開催に固執するのかそれはもちろん開催に関係する人たちがたくさんいるからですつまりこういった利権とも呼ばれている人たちこの人たちのために開催していくそのために緊急事態宣言を延長するそうじゃあそのために犠牲になるのは誰かワタミの この間会長さんと会いましたなんとですねあっという間に5億円の赤字が積み重なっていくそうです上場している飲食店10年かかって70億円の純資産を積み立ててきたとそれがわずか1年でなくなっていく緊急事態宣言の延長ってじゃあ論理はどこにあるんだろうか 実際それが本来の目的である減少の効果じゃあ飲食店を閉鎖していってお酒を出さなければどれぐらいの効果があるのかこういった根拠がですね非常に薄い中是が非でもオリンピックを開催しようとそのために緊急事態を延長する。もちろん 今北海道や沖縄人口比率で言うと最も多くの感染者数が出ていますでもこれって北海道と沖縄の飲食店経由で感染していると思いますか普通に考えれば人口対比で言えば都内の飲食店の方が必ずテーブルの間隔が狭いはずだしもっと言うと都内の方が 接待を伴う飲食店こういったところも多いと思いますまあ若干の国民性はあるかもしれませんでも僕は長らく沖縄で会社をやっていましたレンタカーを10年やっていてですねそんな中で沖縄の感染比率が東京の何倍もある北海道においてはですねさらにそれの上を行く 感染の比率これの科学的根拠こういったものがない中で緊急事態宣言をやみくもに延長していって多くの国民を苦しめているまあもちろんコロナで重篤になる人こういった人たちのためにいろんなことをやらなければいけないです。 それで 1, 万円の補助金が降りてくるそうするとあっという間に100億円の税金が投入されていくもちろんそれは大切なことかもしれませんでもそれって大きな会社でいえば予算を組み立てて全体を見通して計画を立ててきちんとやっているんだろうかと。まあ、データをもとにですね 次の予測を立ててそのための予算を投入するこういったことが政府後手後手に回っているんじゃないかとさらに言うとですね日本がなぜワクチンが作れないんだと世界の中で単たる技術立国ちなみにこの動画を撮っている iPhone これはどこで作っているかもちろんご存知ですよね中国で作っている。 でも、その中に入っている CPU そういったものはじゃあ台湾で作っているでもその部品を作るための洗浄剤だとかシーリングの道具だとかそういったものは今でもほとんどがメイドインジャパンだとそういった技術がしっかりある国でなぜ日本がワクチンが早期に開発できないのか。 ワクチンだけではなくてですね中和抗体によるそういった製剤そういったものがアメリカではもうすでに作られているでも日本ではそういったものがすでに作れる準備があるのになぜ製品になっていないか今回のコロナで浮き彫りになっていることがたくさんあると思います。皆さんんんはこのコロナなんとなななととく危ないいじゃないかとか なんとなく助成金がもらえるんじゃないかとかでもその月は誰に回ってくると思いますか適切適正な税金投入予算の配分やること安倍のマスク覚えてますよねもう皆さん忘れてると思います実際世の中の人たちは忘れすぎですついこの間 なんとですね400億の税金が投入されて安倍のマスクが配布されたあのマスクつけてた人を見たことがありますか僕は一度もありませんそれどころかみんながですねそのマスクを捨ててたりとか全く使ってなかったりとかそんなことをよく耳にしていますだったらマスクを政府が 無駄な税金を投入して作るよりマスクの製造ラインって一つのラインにいくらかかると思いますかそのラインを作るのにじゃあ何十億もかかると思いますかまあ僕は実際の価格は知りませんがおそらく数千万円でマスクの製造ライン作れますよねそうしたら例えばですよ政府はマスクを作ってくれるんだったら その製造ラインの三十パーセント、四十パーセントを補助金で出しましょうと。こうすればですね。アベノマスクみたいなものを四百億も税金を投入して、無駄金を捨てずに。もっと有効に使えたはずなんです。今、あまりにも、日本の政府は。オリンピックをやるために。それが唯一の目標で。 そのために多くの犠牲を払っているこれって本当に無駄じゃありませんか皆さんぜひですねこの延長緊急事態宣言こういったものを冷静に見直してみてください決して他人事でもなければ皆さんに関わる重要な話ですその話をきちんと自分の周りを振り返って 自分はどうすればいいのか単に政府の言うとおり全くもって物を聞いてお酒を出さない飲食店でもお酒を出す飲食店もありますどどっっちちがが悪いかどっちがいいかかとは僕は僕決めれませんただ結果的にじゃあお酒を出している飲食店がそこでコロナが蔓延したっていう話を最近僕は耳にしたことがありません。 皆さん、この緊急事態の延長これを機にですね皆さんの考えをよく研ぎ澄ましてください。是非よろししくお願いします。